今超弦理論というのを見ましたけど、自分はそのホーキン博士が熱をブラックホールの中心で熱が出るっていうのに対して、その超弦理論が証明できなかったと聞いて、もしかしたらシオリオブリングではなくシオリオブボールじゃないか、球体素粒子は球体ではない、リングではなく球体ではないかと思ったんですけど、そして見てたら若い博士が、59歳の博士がコインランドリーで衣類が回るのを見てて、かさばなってかさばってるんじゃないかっていう、そのリングがこういくつもこうかさばってるっていう、でそれがブラックホールのこの素粒子にまとわりついて熱が出るって言うんで、ホーキングは認めたんですけどね、その、という話なんですけど、僕の球体、まあ、素粒子と、相対性理論と、超弦理論、リングの理論が合わさった、その、今のあれに文系ですけど物申したいと思います。球体ではないんですかって それ答えていただけると嬉しいです。